面白いことに日本の滞在期なんですけれども、始まりの半分は半分以上ですね、なんかこう日本に来る前のことから書かれていて、日本に来る前からそのもう何でしょうね、タゴールの思いがそこから始まっていたというような気がします。でこの本の中にちょっと引用したいところがあって、天地は花なり、神仏は花なり、人の心は花の精なり。私はこの詩の中に日本とインドに共通する一つのものもあるのを感じる。日本は天と地を花として描くが、インドは海、天と地、神と仏、これらの二つの花は一つの茎の上に咲く。もし人に心がなかったら、この花は外のものになってしまうだろう。美しきものの美しさは人の心から出るのである。美しきものの美しさは人の心から出るのである。日本の客船土佐丸に乗船して1916年の5月29日に日本の地を踏んだタゴール。その数日前に5月21日の晩に、実は船の上で一曲の歌をタゴールは作っています。無謀の女はアションカニという歌なんですけれども、天と地を結ぶように一枚のむしろを私の心の真ん中に敷いてくださいという歌です。アションというのはこの座布団のようなこう一切れの自分がそこに出して、それだけがなんかこう何でしょうね、そこに自分がいるというね、象徴でもあるんですけれども、この歌が作られたその晩の日記ですね、そこに、この歌の根底に流れているタゴールの美の宇宙観が伺える、そんな部分があるんですけれども、その日の日記です。月はいつも太陽に向き合って、その反面が永遠に暗いように、人はいつも自分の住処に向き合い、
その意識は片側だけ明るく活動し、宇宙についてはロープを感じない。真実のものを忘れることはあらゆる道において損失である。宇宙と人生との間に分離を作り出してしまうことが人間を根本的に誤らせる。日記の締めくくりには、私は存在すると私の心が叫ぶ。大海原で大空の下で有用なもの無用なもの全てが一つに包まれた喜びの国に迎え入れられるのを私は見ることができる。そしてなぜ古の聖者たちが人を不死なるもののことを呼んだかをはっきりと悟ることができる。ルドノジョラ・アショーカに天と地を結ぶように一枚の後ろを私の心の真中に敷いてください。夜空に羽ばたく星々、白昼を照らす日の光、明暗の中に映し出されるどの光景も、この大空にこぼれるあなたのどの風の葉も、私の心の真中に広げてください。宇宙の奏でるリーマの調べを余すことなく私の魂に注いでください。悲しみに喜びに花の憂いに嵐の恐れに、あなたの深き慈しみのすべてをこの胸で受け止めましょう。天と地を結ぶように一枚のアッションを私の心の真中に敷いてください。